もチューブということで、今日は記者会見もたくさんのメディアの方が来てくださって、初めての表参道でのイベントなので、イベント自体は3回目なんですけれども、今までシークレットイベントが多かったので、ショップは初めてなので、土日にそしてこの快晴ということでふさわしいスタートが切れるんじゃないかなと思っております。じゃあちょっとショップをね、せっかくなのでご紹介したいなと思います。まずこれはちょっと雑誌風に、この前でみんなが写真を撮った時に雑誌の表紙のカバーみたいな撮れるようなデザインにしました。ここら辺が推しのハート柄のドレスです。ここら辺全部新作で、カラーを赤とかピンクとかアイボリーカラーで結構揃えてるので、置いた時にも映えるような置き方にして、そういうところも工夫して作りました。外観もすごくこだわっていて、ロージーのコンセプトがお花なので、外観はちょっとお花屋さんチックに、しかもブランド自体がちょっとフレンチイメージなので、外観もフランスのお花屋さんを意識したようなデザインにしています。上のねモニターにも私が映し出されてるので、そこも見ていただきます。お花を入れる花瓶っていうの、多分日本だとあんま使わないのかな。花瓶のケースもアルミのボトルみたいな感じにしていて、そういうのもフランスのお花屋さんからインスピレーション、それからパリコレに行った時にインスパイアされて再現しました。一日頑張りたいと思います。このバックリボンのスタイルは、ここのこだわりの流しに流したチュールがポイントです。自分で動けるんですけど、ちょっと前に今回結びました。
saw the way you kissed me with your eyes open. I was wrong to think that you could be the thing I wanted. Going so fast that the lines were only blurry. Didn't stop to realize that you could hurt me. I think that I would have died to call you mine. How you died. ということで3日間本当に皆さんありがとうございました。でもめちゃくちゃ大成功でした。はい、ということで無事に3日間が終了しました。本当にたくさんのお客様が遊びに来ていただいてめちゃくちゃ大成功だったんじゃないかなと思います。まあ、ロジールーチェのブランドを通して楽しかったなって思っていただけたり、明日からの活力になっていただけたり、そういうイベントになってたらいいなと思っております。お洋服もねすごくこだわって作った春夏の新作なので、これから届いて気に入ってこの夏過ごしてもらえたら嬉しいなと思っております。以上、ロージールーチェのポップアップ表参道からでした。バイバイ。